あ、逆。うん、元が逆になってる。ああ。タズーミン VS ライト。キャラクターは、おお、びっくりした。ライトダックハント対パックマン。ここで来ましたね。珍しいキャラ来ましたね。でもで大暴れしたパックマン。ああ、もう大暴れしたパックマン、さっき負けましたって配信で聞いたんですけど。さあ、ではお二人の好きなタイミングで始めていただいて、 B クラスの決勝戦1戦目ステージはスマブラ。おっさん巻いて一旦めくった相手に食えねえ、かせて当てていったが、おっと、カーンしっかりガードしましたね。まあ、ダカントはやっぱりこのカーンの1クレアバレが強いので、はい、しっかりと読んでガードしていきたいところ。そうですね、カーンなんかみかん、みかん、みかんか、みかんで飛ばされていって、このカード全然知らないんですよ。そうですね、ただ、はい、飛び道具主体なんで結構あれですね、ある程度こう時間のかかるというか、まったりした展開になりそうではありますね。さあ、一旦台上に逃げたパックマン、駆け上がり、回避上がり、おっと、読んでいたが当たらず、今の缶を上に置いて、すぐ上に置いておくことで、そのばかりを缶をやって、はいはいはい、そうだ、はい、若干前側に見せてしまった感じですかね。さあ、吹き出していくか、はい、殴り合いが始まってる、いい痛み分けですね。アバダンゴデスリングは当たらず、さあ、カンを一旦真上から落としていって、おっと、うまいですね。カンからポンポンですね。これ一人チームですね、これ一人チームさあ、一旦逃げて、カンを利用、おっとと、これだ、これ画学連携ですね。はい、そうですね、相手防衛投げることによって、おっと、鍵当たって着口狩りを、ちょっと優勝でした。そうですね、しかし、あそこで鍵をしっかり選択して、うまい、はい、あそこで貯めてないといけないですからね、ちゃんと。そうですね、ストックリードしていったが、おっとおっさんと一緒に攻めていって、しっかり着地掴みを通して駆け上がりをどうする、若干まだあれですかね、まだ全然分からないですよ。そうですね、ただまあパックマン側もそこまであれですか、はい、撃墜されるようなパーセントではないと思ったが、今横火の後に観察しましたね。ズーミーさんも缶の軌道を見てから軌道を変えたんですけど、はいはいはい、対応してきましたね。うん、非常にうまい。さあ、メロンしっかり回避させてからのジャークで着地を買っていって、ジャークうまい、このジャーク結構性能いいですよね。ダッシュにフリスビー合わせていって、バケ上がりは缶でプレッシャーかける、お互いの飛び道具を。そうですね、はい、ニエトンさんの好きそうな試合ですよね。いやー、どうでしょう、嫌いですかダメですか、いや、間違いはちょっと。ああ、そうですか。さあ、ガードの見合い制していったのはパックマン、かけまりにペール当てようとすがギリギリ、そうですね、おっと、回避している、回避に横スマッシュ、一戦目取っていったのはパックマン、パックマン、パックマン使いって結構個性あるんですよ、はい、ここにアイテムの、はいはい、アイテムどのアイテム多く使うかって個性があるんですけど、はい、ズーミンさんは結構メロン使ってました、ね、そうですね、珍しくですね、メロン多いパックマンってあんまり見ないんですか、あれすごい遅いですよね。てか、あれフットビーどうなんですか、はい、あれの特徴ってなんかあんまり私こうこれが強いみたいなイメージないんですけど、私もよく分かんない、ゆっくり飛んで、まあ、ダッシュからキャッチ取れるできるみたいな、まあまあまあ、まあ、あとちょっと飛ぶよみたいな感じだったりただ、あの、奪還ってもしかしたら有効なのかもしれない、はいはい、そうですね、まあキャラによって使い分けるのはあれ常ですからね、それは。そうですね、2戦目選んでいったのは戦場、さすがミンさん、 B クラス優勝リリーチ、対するライトさんは粘っていきたい、 DA 当たらず、つかみからの DA 反撃確定、 おっとまた一人チームが展開されていて、あっ DA をつかみで勝っていく、お、暴発か、みかんで一旦やり過ごすが、飛び道具上がってますね、ライトさんのこの缶の使い方が上手いですね、はい、何とかと連携で合わせる、はいはいはい、理解してる感ありますね、とあー、バレ読んでいた、横スマッシュでさらに着手を買っていって、駆け上がり無理はせず一旦後ろに下がって、缶に対してみかんでリスクをつけていく、
ちょっと着地辛そうですね、ダックハントがあのちょっと辛そうですね、はい、まあ、元から着地が辛いみたいな、そうですね、まあパックマンはそんなに下にべったりついて着地を狩ることが強いキャラではないので、はい、まだ全然あります、はい、さあ、クエネごまかしていこうとするが、このトランポリンが非常に強い、そうですね、おっと自分のトランポリンで高く飛んでしまったが、どの技だ、あれださあジャックで一旦ジャックの打ち合い制していったのはダックハント、カンが怖いぞ、安定付近ダウンしたところ置き攻めの鍵、全体王のやつですかね、今の空でしっかり、そうですね、ディレイかけましたね、状況はほぼイーブン、どちらが先に速攻バッていくかというところ、無敵切れたところに刺さりましたね、はい、さあダウンしたところしっかり乗ってきましたね、ゼミさんが、そうですね、とおおさあジャックでしっかりめくってからごまかしてて、崖上がりはどうする、つかみ通してジャストシールドから空上で総裁しながらダッシュウェビ強気です、イチゴはジャンプでよけるが空後ろジャストシールドされてしまっておっと、缶が機能しない、この、あの消火栓が非常になんか缶に対してわかってるー、 B クラス優勝はズーミンさん、おめでとうございます、なんか今からちょっとその未来見えます、そうですね、おおおおみたいな感じで、あれ回避上がりなんですかね、どうなんですかね、回避上がりは組みます、はい、まあ通常上がりはまず無理ですね、無理ですね、多分回避上がりから選択、はい、ここでネタを見せていったズーミーさん、そうですね、いや面白いものが見られましたね、